CBGB は、ニューヨークシティマンハッタン区のブリッカー通りの東端に、あたる、バワリー315番地にあったクラブ。1973年にヒリリクリスタルが開業し、もともとは天名にあるような音楽を中心としたライブハウスとしていたが、そのうち、ラモーンズ、テレビジョン、パティスミス、トーキングヘッズなど、アメリカのパンクバンドやパンクに影響を受けたバンドが、出演するようになった。 クラブの店先と隣の大きなスペースには長い間、CBGB レコードストアが使っていた。1980年代後半、レコードストアを併業し、二つ目のパフォーマンスと画廊の、スペース、CB's 313ギャラリーに変わった。ギャラリーは適切な防音設備がなく、ドラムセットなど大音量の楽器の使用が制限、されていたため、フォークロック、フォーク、 ジャズ、実験音楽などにより近い音楽スタイルの人気バンドとシンガーソングライターが多く演奏した。一方元々のクラブはより激しく音の大きい最良のポストパンク、メタル、オルタナティブロックを表し続けた。クラブは2006年10月13日の週末で閉業した。ザ・ディクテーターズが最後の金曜と土曜10月13日の14日の夜のメインに 登場し、土曜の夜には、ブロンディのデビー・ハリーとクリス・シュタインが、ステージに加わって、アコースティックセットで演奏した。10月15日土曜の最後のコンサートは、パティ・スミスが出演した。CBGB ショップは、バワリー315で10月31日まで、営業を、継続。2006年11月1日以降は1000と。 マークズプレイス19から23に移転して営業をしていたが2010年時点には閉鎖して店はなくなり別の店舗が入っている移転などはしていないという自身もミュージシャンであったヒリー・クリスタルはニューヨーク市内でいくつかの著名クラブのマネージャー等を務めた後ニューヨークダウンタウンでバーを経営していたが成功を収めていたウストビレッジのヒリーズが 近隣からの苦情により閉店に追い込まれたため、イーストビレッジ、バワリーにあった別店舗、ヒリーズ・オン・バワリーに専念することになり、1973年に店名を CBGB& オムファッグに変更する。CBGB& オムファッグは、カントリー・ブルーグラス・ブルーズア,アザー・ミュージック・フォー、アップリフティング・ゴルムンダイザーズの略である。ゴルムンダイザーは、 通常、退職感を意味するが、クリスタルによるとここでの意味は、音楽の退職感である。大半は、CBGB と呼ばれることが多く、従業員や常連などには、さらに短く、CBs という愛称で呼ばれた。名前に含まれる通り、クリスタルは CBGB を当時彼が注目していた、カントリー、ブルーグラス、ブルースを呼び物にした場所にするつもりだったが、 これらを演奏をするバンドが少なかったために、むしろ天命の後半にある、アザーミュージック、つまりロックを中心とした音楽に早々に移行後にパンクムーブメントの発生地として有名になった。1973年、ヒリーズ・オン・ザ・バワリーが CBGB になる前、ビリー・ページとラスティ・マッケナという二人の地元の人が、彼らのコンサートを予約するようにクリスタルを納得させた。 まだ、パンクロックという言葉は発明されていなかったが、ビリー・ページとマッケナのライブは、後に続くバンドの音楽の基礎を築くのを助けた。当時ニューヨークをはじめアメリカには、レコード契約していないバンドがオリジナルの音楽を演奏できる場は、ほとんどなく、このため、例えば1973年8月に、マーサーアーツセンターが廃業した後、 オリジナル曲が演奏できたマーサを拠点としていた、スーサイドとウェインカウンティアンドエレクトリック・チェアーズなどのバンドは、ごく初期の CBGB に、その演奏場所を求めた。逆に当初から CBGB には、演奏する楽曲は全てオリジナルでなくてはいけない、というバンドに課された、唯一のルールがあった。つまり、オリジナル曲を持たない、カバーバンドとは、ブッキングされることがなかった。 これは本来カバー曲に対して派生する。楽曲使用量を回避するためもあったが、オリジナル曲のみ、ということが出演するバンドの独創性を促すこととなり、このことが後に CBGB が多くの才能を排出したことにつながっていく。1974年3月31日、テレビジョンは、長期の日曜夜のレギュラー枠をクラブで始め、このイベントは、 多くの人がニューヨークパンクシーンの初期の歴史の重要な瞬間として見ている。クリスタルはしばしば CBGB にパンクを持ち込んだ。最初のバンドはテレビジョンと言ったと伝えられていたがこれは神話であった。トム・バーレインが最初にクラブを訪れた時、実際に進行中のパンクのショーがあった。しかしながらストリートミュージックの演奏の洪水がバワリーで溢れ始めたのは テレビジョンのショーであった。1974年4月14日、テレビジョンの3度目のギグに、パティスミスグループのパティスミスとレニー・イケは、観客として会場にいた。パティスミスグループは1975年2月14日に、CBGB でデビューを果たした。その他の初期のパフォーマーには、1974年5月5日に、テレビジョンの前座で出た、ザ・スティレートス。 どちらも1974年8月に登場した、新たに作られたブロンディとラモーンズがいた。ミンクデビル、トーキングヘッズ、リチャード・ヘルアンド、ボイド・イズ、ディクテーターズ、ジョニー・サンダースザ・ハート・ブレイカーズ、デッド・ボーイズ、ミス・フィッツ、タフ・ダーツ、ザ・フレッシュ・トーンズ、クランプス、B52S、ザ・ショイツほか、多くのバンドがライブを行った。CBGB は、 ヒットするためにツアーをしているバンドにとって、ニューヨークを通った時の人気スポットとして役立ったが、1980年代の間に、バーが賑わったのは、ニューヨークのアンダーグラウンドなハードコアシーンであった。CBGB の日曜日は、マティネーと呼ばれる昼工業の日で、毎週日曜日、通常は、安い料金で、主に数組のハードコアバンド等が午後から、 夕方までのステージに立った。後に、ハードコアマティネーとして、広くに知られるようになる。この昼工業に出演し有名になったバンドには、ゴリラビスケッツ、クロマグス、アグノスティックフロント、シック・オブ・イット・オール、レーガン・ユース、ウォーゾーン、ユース・オブ・トゥデイなどがある。クリスタルが、シーンの内外での暴力のためにハードコアバンドの、ブッキングを拒否するまで数年間、 CBGB のハードコアマティネーは名物となった。その後1990年まで CBGB はハードコアパンクのショーをブッキングしなかったが90年以降は様々な機会にハードコア系のバンドが演奏し閉鎖されるまでの数年間にはどのジャンルが演奏可能かなどのルールは存在しなかった。閉業した後の CBGB2005 年 CBGB と その賃貸主である BRC との間に賃貸料など巡り葬儀が起こった。この件は法廷で争われ、同ビルにホームレスのシェルターを構える BRC はクリスタルに賃貸料滞納分の9万千ドルを請求し、一方でクリスタルは毎月の賃貸料19千ドルが増加したことを知らされていなかったと主張した。当時クリスタルは CBGB の場所自体を歴史的建造物にするための申請をしていたが、判決ではこれを取りやめることと引き換えに、賃貸期限が切れた後14ヶ月営業を継続できるということで合意に達した。閉店をやむなくされたクリスタルは、クラブ移転の計画を模索、いくつかの候補から、新しい CBGB をそのルーツから遠いネバダ州。 ラスベガスに移転することを選んだ。また、その内装などをそっくりそのまますべて移転の際に移植することを計画した。クラブは最終的に2006年10月15日に閉店した。最後の週は、バッドブレインズとディクテーターズがブロンディのアコースティックセットと共に複数回登場した。アベールやバウンシングソウルズといった若いバンドも演奏した。 最後のコンサートは、パティ・スミスが演じ、シリウス・サテライト・ラジオで生放送された。レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーが、ショーに出演し、スミスと彼女のバンドともともに、数曲演奏した。フリーは、深夜に44歳になり、バンドと監修は彼に、ハッピー・バースデーを歌った。テレビジョンのリチャード・ロイドも、アルバム、マーキー・ムーンのタイトル曲の再録バージョンを含む、 数曲をゲスト出演で演奏した。そして彼らのセットの最後にバンドはラモーンズをし忍んでグロリアを演奏し曲中でオリジナルの歌詞とブリッツクリーグバップのヘイホレッツゴーを交互にコーラスした。スミスの最後のアンコール曲エレジーで彼女は CBGB で最後にプレイしてから死んだ多くのミュージシャンの名前を並べた。閉店直後 クリスタルから依頼を受けた専門の業者の手によって CBGB は解体され、表の看板、すべての内装、音響機器を、はじめ、有名な便器から30年分のバンドステッカーと落書きに覆われた壁、全世紀のパレスホテル時代から受け継がれてきたバーカウンターまでが運び出された。このうちごく一部が直後にオークションにかけられたのを除いては、 すべて移転先に移植されるべく保存される運びとなった。ヒリー・クリスタルは2007年8月28日、肺がんからの予病で死亡した。CBGB 関連の権利は、クリスタルの親族に移り、CBGB ショップは移転し、CBGB の商品の製造、販売卸しをする CBGB ファッションズとともに、営業を継続。 CBGB の公式ホームページによると、現在も CBGB は移転先を確保中とされている。EN リストオブフェイマスミュージカルアクツザットハブプレードアット CBGB ありがとうございます。